はい、刺し抜きの紐の結び方をやってみたいと思います。こちら、紐がですね長いので皆さんどう感じてますか？こちらくしゃっとやるのはあまりにも、みっともないですから、畳み方をぜひ覚えてください。こちら紐ですね、この短い方の紐と長い紐があります。こちらですね、まず、それな、とりあえずこちら長い方の紐ですね、長さを整えましょう。この紐だとだいたい4等分にできるんですね。こちら合わせて、でまた半分にします。でこちら斜めに置きます。こちらもまた同じく4等分にします。半分にして、それを斜めに置きます。こちら、短い方が先でも、長い方が先でもいいですが、この残った方の紐でこちらを、バラバラにならないように、固めていきます。まずこちらですね、こちらの紐で、そちらから言うと左側の紐で左側を固定します。まずこちらを2つの上になるように通します。そして、この中心側に近い方に抜けます。そして、この2つの間を入れてまた手前に戻します。そして最後はここに反対側のそちらから見ると手前のところに行きますね。そして今度反対側、こちらも2つをこう挟むように行きます。上を行きます、通しますね。で次2つをの下を通します。でこの間に通してくるっと、で最後は、先ほどのこの紐の下を通して出来上がりです。今回ちょっと反対側からやってるのでいつもよりも砕けてしまいましたが、これで、完成です。ちょっと、まあいいか、だいたいこんな感じです。